袋から特急で最短38分という首都圏の一角に位置する飯能市。その 75% を森林が占めています。森林面積14,569ヘクタール、東京ドームのおよそ3200個分の面積です。古くから人々は森の恵みを受けながら生活をしてきました。歴史、文化、人々の情感は森林とともに育まれてきたのです。飯能の林業がいつ頃から始まったかは定かではありません。ただ大消費地江戸の発展が飯能の林業を後押ししたことは間違いないようです。その上、飯能の森林で切り出された木材はいかだを組んで直接江戸へ運び込むことができたことも他の林業地に比べ有利な点でした。江戸の西の方の川から来る材という意味から、この地方の杉やヒノキを西川材、またその生産地であるこの地方が西川林業地と呼ばれるようになったのです。だからそこで珍重されたというか、名前を付けてもらったのは そこそこの質も良かったからだと思うんですね、ただ安定供給してただけでなく。と話すのは、飯能市森林認証協議会の会長を務める井上淳二さんです。西川材の特徴を伺いました。木目の積んだ木目の綺麗な材が取れるのと、あと上に伸びてくれるんですよ、まっすぐ。木が長いんですね。だから質的にもいいし、あと強度が強い、っていう特徴があります。そうですね、気候と土壌ですね。土地が肥えすぎてない、痩せてないっていう。肥えてるとどん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 太ってしまうけども、そこまで肥えてないかといって痩せすぎてるとちゃんと成長してくれない。だから土壌とあと降水量との気候風土ですね、気候が杉ヒノキに適してる。飯能の気候と土壌が生み出す良質な材だったがゆえに江戸で珍重された西川材。その後明治、大正と西川林業は本格化し躍進を遂げていきます。そして第二次世界大戦後の高度成長期、木材需要も急増、価格も急騰し空前の好景気に沸きました。しかし昭和40年代から輸入材が広く流通すると国産材の価格は低迷。特に平成に入ると杉・ヒノキの価格の下落に歯止めが効きませんでした。担い手が減少し整備されない森林が年々増加していくことが全国的な問題となっていったのです。整備されず荒れた森は森としての機能を果たせなくなるといいます。保水力は徐々に落ちてるでしょうね、おそらく。ただそれって測りようはないんですよ、土壌の保水力っていうのは。ただこれだけ下の草が少なくなってくると表面土がむき出しになっちゃうんで、雨が降るたびに強度が流されちゃうんですね。強度が流されるとその後切って植え替える時に、要するに栄養分のある
美味しい土が流れちゃうわけですよ。だその次山を作るのがまた土作りからしなくちゃいけないんで大変。かたや健全な森には樹冠から日の光が差し、下草が生え、豊かな土壌に覆われています。これだからきちんとしたあの手入れをしていれば自然にこうなる。ほぼきちんと手入れはされていると思います。人の手が入り、健全な森に降る雪や雨は、その豊かな土壌が水を蓄え、河川へ流れ込む水の量を調整し、洪水を防ぎます。また、雨水が土壌を通過することにより、水質が浄化されるのです。さらに、森林は二酸化炭素の吸収源として大きな役割を果たしているのです。森は私たちの地球を守ってくれているのです。森からの恩恵を受けるため、人は山に入り森に手を加えてきました。森林環境の整備を推し進めてきた森田義明さん。森を守っていく第一歩は作業道の整備が重要であるといいます。作業道の必要性はまず山を近くすること。今だからほとんどの所有者がそんなに昔みたいに森林の管理に行かないわけですよ、手入れに。だからこそなるべく山に行くことを近くして、近くするっていうのは車で行けるようにして、それでなるべく山に入って手入れをすると、それが第一。その次にはこういった木を切り出すのになるべくお金がかからないようにすることによって、安い相場でも地主さんに木代、木のお金が還元できたりするわけですよね。まあその2つですよ。もう何十年って言われてるけど、山は昔は保護だって言ったけど、今もう保護じゃない、保全の時代、何十年も前からなってるわけですよ。だそういう意味では山がいい形でいるにはやっぱりそれなりの手を入れる必要はあるでしょうね。森が育てた木を切る。星野忠さん、65歳。16歳から山と付き合い、間もなく半世紀が経とうとしています。まだ勉強ですよね。もう死ぬまで勉強ですよ。だって同じ山とか同じ木は一本もないですか。会話してますから、しょっちゅう。だって申し訳ないじゃないですか。木だって命あるもんだから、それを切っちゃうんだから。いつも感謝の気持ちでやってますよ。まあ、ありがとうねとか申し訳ないねとか言いながら切りますからね。だって育ってこう命あるもんだ。そうなの。それをそのためにもう食べさせてもらってるんだから。感謝の気持ちがなくちゃ。森が育んだ木をどう使えば森を生かすことにつながるのか。2004年設立された NPO 法人名栗カヌー工房、西川材の有効利用を目的にカヌー製作を進めてきました。
これまでにこの工房で作られたカヌーは700点以上。名栗カヌー工房の名前は日本全国にも知られるようになりました。そして今、代表理事の山田直行さんが夢中になっているのが、フィンランドの遊牧民が使っていた木製のカップ、ククサです。本場フィンランドでは白樺の木を素材に作られるククサですが、山田さんがククサの材料に使っているのは、この造木に関してははっきり言って捨てられる木、はっきりと燃されるだけですよね。特にあの公園の桜欅は燃されるんじゃなくて廃棄ですよね。暖房に使わないですもんね。もう焼却処分、それはちょっと悲しいなっちゅうんで、西川材に限らず廃棄処分になるような材木に手を加え、クク草としての付加価値をつけているのだといいます。でもそういうふうにしてやっていけば、あのやっぱり木もあの切った人も、あじゃああそこに持っていけばなんとかなるんじゃないかって言ってくれるし、だから山の、うん、その再生、まあ、再生って言ったらおこがましいかなと思うんだけど、あの一生懸命 先人が植えた木なんだから、あのやっぱりなんとか有効利用しないとと思って。フィンランドの遊牧民は幸運のシンボルとしてこのククサを送り合っていたといいます。飯能を西川材のベンチの町にしようとしている人がいます。この日は飯能市内にすでに置かれているベンチの更新日。6ヶ月サイクルで古いものを引き取り、新しいものと交換です。長さ1メートル90センチのヒノキの角材6本で1セット。名付けて柱ベンチ。まず私これ始めるときに、やっぱり山の木をどうやって生かしたらいいかっていうところで、それを生産している製材所とかがもうみんななくなっちゃいそうだなっていうようなのが、あのすごく感じてまして、皆さんも自分の代で終わりだって言ってる人ばっかりなので、そこをなんとかしたいって。そのためには木っていうものをもうちょっと一般の人にアピールするのに何かいい方法ないかな。で、製材所の前もハイキングは毎日通っても通り過ぎるだけで、ああって思って帰るだけだから、そこに少し足止めてもらうためにベンチでも置いたらどうかな。ちょっとそんなのも思いついたもんで、あじゃあそれちょっとやってみようかなと思った時に、これこのまま町の中に持ってって、町の中でベンチって言って使わせてあげてもいいんじゃないか。そういうもので半年間町の中で宣伝してくれながら乾燥ができて、また製材所に戻して家の柱になったらいいんじゃないかなっていうのをちょっと思いましてね、じゃあ実行してみようってところから始まりました。とにかく大勢の人に見てもらって使ってもらって、それからどん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 土に返していって、また山から出してくるっていう作業が必要になって、でそれがうまくこう回っていくことが山の木の循環みたいなのもこうできてくる話になるし、でそういうことがあのいろんなところで行われることで、山って何だとか、どんな問題があってこの木がどうやって来てるんだとかっていうことをいろんな方が知っていただくきっかけにもなるかなと思ってます。木材に価値がつき、森林の循環をも促し、森について思いを巡らすきっかけを作る。森が生かされようとしています。森の明日を考えるとき、重要なのは次世代への継承です。飯能の森に若い芽が育ち始めていました。2020年4月、19歳の青年が山に入りました。もともと体を動かすのが好きだったんで、まあ、こういう体を動かす仕事はやりたいなと思ってたんですけど、やっぱ山に入ってからは
飽きないですからね、やってて同じ木が一本もないっていうか、毎回同じように切れないのがやっぱそこ深いなと思って、やっぱなんか見てると普通に簡単にずらずら切ってるから、あなんだ簡単じゃんみたいな最初は思ってたんですよ。そしたらあれこっち倒れないみたいな、そういうのがやっぱ木見てちゃんと曲がりとか見て重心の位置見てやんないとやっぱ簡単に倒れてくれないんだなとか、そういうのはやっぱ深いですね。やっててこの会社で研修生かされるんですけど、まあ行った人がみんなやっぱ年上だ、若くても大学卒業したりとか自分と同級生がなかなかいないんで、まあ林業やっぱないとダメだなって、この日本って結構山が多いからやっぱ林業はないといけないから、やっぱ自分が広げていきたいなっていうのはありますけどね。そうしていっぱい入ってくれたらやっぱ自分としても嬉しいし、やっぱ同級生とできるってやっぱ楽しいかもしれないんで、やっぱみんな年上とかだとちょっと気も使ったりするから言えないけどまあ同級生そうっすね、少ないですよね本当に。こちらの山で伐採作業をしているのは2人の女性でした。確かにね、4K って言われるのも分かるんですけど、多分女性でもそういうのが嫌いな人はもちろん無理ですし、多分やらない方がいいと思うんですけど、ただ知ってほしいのはやっぱ森林も手を加えないとただただ腐って、それも CO2 が出てしまうような仕組みになってるん で炭素固定量っていうのもやっぱ上限があるんですよね。なんで切ってまた植えたりとか、切ってあげて整備してあげて、それをまた木材にして炭素固定で使ってあげたりとかしないと、今言われている地球温暖化がどうっていうのも少しずつそういうので改善していった方が、だからみんなの意識をちゃんと森林を切ることによってどうなるのかとか、その木材を使うことはどういうのにつながるのかとか理解をして、こうみんなで一緒に取り組んでいければいいなっては思いますけどね。人間社会で華やかな場所ももちろんありますし、なんかそれだけがこう一般的に見ていいっていうような感覚って結構大きいと思うんですけど、そうじゃなくて本当にこういうところで昔からある場所でもっといいものってたくさんあるんじゃないかなって、人間が作り出したものじゃなくてもこうやって元からあるものにさらにこう人間と自然と共存していく上でやるべきことってなんだろうなって考えて、ここの会社を見つけたっていうのもあります。木は、森は、私たち人間に共に生きるためのさまざまな課題を投げかけています。平成17年、飯能市は森林文化都市を宣言しました。ここに森林と人とのより豊かな関係を築きつつ、自然と都市機能とが調和する町の創造を目指し、森林文化都市を宣言します。市の 75% を森林が占める飯能市、この豊かな自然とそして西川材を最大限に活用し、今、飯能は大きく動き出しました。
やがてこの自分の生まれ育ったところが宝箱になると、ずっとそういう思いしてたんですよ。こういういい自然があるんだから、これを長く持たせるためには俺たち何ができるかなみたいな考えてくれる人たちに使っていただきたいっていうか、そういう流れが作っていけるといいかな。その気持ちいいと思えるような森林を作っていきたいし、来てもらいたいなって、実際に、必要ですよ。まずは山に来てもらったくっちゃ分かんないですからね。日本をくまなく歩いたといわれる昭和の民族学者宮本常一は言います。その人間がどういう思想を持つかで、その地域の風景が決まってくる。